皆さんこんばんは、あなたの一歩ラジオ、これが私のターニングポイントの時間になりました。時刻は日曜日の19時を回りました。姿勢クラブ昼の沖縄会場公認、あなたの一歩ラジオ、これが私のターニングポイント、今年ですね、新年24年一発目でございます。皆さんどうぞよろしくお願いします。この番組は毎週素敵なゲストをお迎えし、現在成功されている方でも必ず様々な困難がありターニングポイントがあります。過去、現在、そして今後どうしていきたいか、未来をお聞きして、リスナーのあなたの一歩なきっかけにしたい、していただきたいと、そういう思いからお届けしております。 MC は今年も株式会社一歩前の伊達ちゃんでございます。よろしくお願いします。さあ、この番組はですね、各社様のご協賛によりですね、お届けさせていただいております。途中の CM をお聞きください。なおですね、ご協賛も受け付けておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。この番組は宜野湾ヒルズ通り、はい、沖縄県の、宜野湾市の宜野湾ヒルズ通り FM 宜野湾より20時まで放送いたします。皆さん最後までお付き合いください。そしてですね、またこちらの方に関しては、YouTube の、FM 宜野湾さんの YouTube、 もしくは私伊達ちゃんの YouTube チャンネルの方でもね、アップしておりますので、ぜひそちらの方で、お見逃しされた方はですね、後で聞いていただければありがたいなと思います。さあ、さてさて、お待たせしてもあれなのでお聞きしましょう。今年一発目のゲストですね、大草原の贈り物の代表の小田博之さんでございます。ようこそお越しいただきました。ありがとうございます。小田ちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。聞こえますか？大丈夫ですか？はい、今年一発目ですね。はい、はい、ありがとうございます。さあ、ですね、まあ、小田ちゃんね、まあ、僕は、4年ぐらい前からお付き合いさせていただいている小田ちゃんなんですけども、今ね、熊本で、大草原の贈り物というカフェをね、やってらっしゃる方なんですけど、ちょっと小田ちゃんご本人の方から、自己紹介を今ね、していただければと思うんですけど、じゃあちょっと小田ちゃんお願いします。どうぞ。はい。熊本県は山鹿市で、カフェ大草原の贈り物という、飲食店を、今年、違う、去年の、令和、5年の9月30日にオープンして、ちょうど3ヶ月ですね、経ちました。素晴らしい。で、前職は岡山県庁公務員ですね。公務員を辞めて、早期退職をして、岡山県庁なんですね。岡山県に出たことはなかったんですけど、まあ、ちょっといろんなご縁がありまして、まあ、災害復旧の仕事で熊本県に来たご縁もあってですね、今熊本県に移住をして、カフェの方をオープンして3ヶ月経ちました。わー、すごいわー、ありがとうございます。そのカフェね、まあ、ちょっとなんか情報が あっちゃこっちゃなんですけど、まずはちょっと整理しましょう。熊本県の山鹿市、山に鹿って書いて山鹿市ですね。山鹿市で今大草原の贈り物というカフェをやってらっしゃるんですが、まあ、3ヶ月と。このカフェはそもそも、どんなカフェをお聞きする前にだ。ね。前に、そもそも岡山の県庁で何年勤めてたんですか？28年勤めました。28年勤められて、はい、熊本の方じゃないんですよね。岡山県から出たことはないですね。岡山県、はい、岡山県なのに熊本をね、今こう住んでカフェを実際やってると、地のりもないところなのにそこでやってるって、このね、このなんていうか、そのアドベンチャーというか度胸ね、これすごいな本当にと思うんですけど、まあちょっとそんなこともなんで熊本なのかっていうのも後々聞きたいと思うんですが、まあその前にこの大草原の贈り物ね、カフェっていろんなカフェがいっぱいあると思いますけど、どんなコンセプトで、どんなことがこう、なんか、小田ちゃんの、自慢のカフェなのか、なんかそんなことをちょっと教えていただければなと思いますけど。コンセプトは3つあって、まず1つが、まあ、居心地のいい空間っていうのを作りたかったってことなんですね。うん、まあ、岡山県って実はカフェすごい多くて、うん、カフェ文化すごいんですよね。土日と休みなんかは、7時からモーニングオープンしてて、並んで待ってますね。好きな多分席があるんで、そこを目指して並んでる方がいるぐらいカフェ文化あるので、はいはい、まあ、熊本に1年住んだ時にちょっとね、カフェ少ないとか、カフェ文化が岡山と違うなと思って、居心地のいい、落ち着いて、なんか自分と向き合える、うん、まあ、自分の
まあ、仕事の整理をしたりとかですね、打ち合わせをしたりとか、まあ、自分のスケジュールを確認したりとか、まあ、そういう使い方をしていただきたいので、居心地のいい空間を作りたかったんですね。で、2つ目は、ちょっと健康のこと、食のことについても伝えたくて、まあ、私自身が、すごい健康を自分で害して、まあ、アルコールに溺れたり、コンビニばっかり食べたりとか、脂っこいものばっかり食べて、暴飲暴食してた時期があって、まあ、80キロまで太って18キロ痩せたので、まあ、ちょっと食についてもですね、まあ、本当に僕は食でダイエット成功しているので、食についても伝えたいなっていうのがありますね。それから3つ目のコンセプトは、私51歳です。51歳でも頑張れるんだっていうのを見てもらいたいっていうか、今、本当100年時代で高齢化社会なので、やっぱり支えられる人が増えると支えきれないと思うので、なるべく支えられないように元気でいてほしいので、まあ、何歳になっても働けますよっていうのをまあ見てほしいなっていう、その3つですね。なるほど。はあ、というので、ね、大草原の贈り物と、っていう、ね、カフェもやってらっしゃるんですけど、その大草原の贈り物っていうカフェの名前ってどうやってつけたの、これ。大草原の贈り物って何でつけたかっていうと、大草原って実は阿蘇の大草原ってすごい綺麗なんですけど、実はそこではなくてモンゴル大草原なあ、んでそうすなんね。だ、そうなんだ。で、モンゴル大草原何でつけたかっていうと、まあさっきの、まあ、健康へのこだわり、健康のことの提案っていう一つに、まあ、乳酸菌で、まあ、カフェで豆乳ヨーグルト作ってます、手作りで。で、それの、菌が、モンゴルの大草原で採取してる野生の乳酸菌なので、発酵力の強い。なので、モンゴルの大草原から、まあ、乳酸菌の贈り物、すごく健康にいいですよっていうことで、大草原の贈り物っていうカフェの名前にしてます。じゃあやっぱりそれもさっきのね、2つ目にこだわってらっしゃるその食っていうふうなこととか、体っていうふうなことからやっぱりその、持ってきたコンセプトでつけてるっていうことね。そうですね。素晴らしい。さあ、そんな小田さんなんですけど、小田ちゃんのね、ちょっと生い立ちをね、なんで岡山からみたいな、まあそもそも岡山で、まあどんな人生を送ってらっしゃって、で、それが熊本にどうなるかっていうこととかもね、前半、中盤、後半ってお聞きしていきたいなと思うんですけど、まずは岡山で生まれ育ったんですか？岡山で生まれて岡山で育ってますね。どこの県外にも出てないですね。そうなの。高校出た後どうしたんですか？高校は出た後は岡山大学で、そのまま岡山県庁就職なので出たことないっていう。なるほど。でも、岡大って国立でしょ？わ、すごいな。でも、一本も出てないんだね、結果ね。一本も出てないですよ。わ、すごいな。で、県庁に入って。じゃあ、そんな小田ちゃんは子供の頃はどういうふうな大人になりたかった？なんか夢とかどんなだったんですか？どんな音が、どんな夢があったりとか、どんな大ど人んになりたいのか夢、とか。どんな夢があった。まあ、小学校の時はね、パイロットになりたかったんですね、飛行機の。よくある、よくある。よくある、よくあるパターンね。これ、でも、僕、近眼だったので、小学校の時から。もうすぐに諦めないといけなくて、ラララメインないといけないんで、ダメね。中学校の時はね、ミュージシャンになりたかったんですね。ギターで、もギター上手だ買って、しね。で、そうそう、ギター買ってくれって親に言ったら、そんなもの不良のすることだからダメって言われて、チーンと諦めましたね。なるほど。そっか。で、それででも、いろんな他の高校から大学とかいろんな他県にも行く道ってあるじゃないですか、やっぱり。でもなんでそれをその岡山の、高校はちょっと置いといたとしても、大学を選んで、岡山の県庁を選んだの？大学から県庁に入った時の理由って、本当は、例えば司法書士とか行政書士とか、土地調査士の資格を取って、まあ自分でやりたかっ
て、その時間、勉強する時間、資格を取る。その時間を取るために県庁に入ったんですね、もともとはね。なるほど。はいはいはい。はい。なるほど。あ、だからか。だからその、そう。何かその、その資格を取った後に、なんかこんなことやりたいっていうことがあったりとかしたわけではうん。ない。そやれりとたも、いというか、まあ自分の事務所、やっぱり自営がしたいっていうのが、大学卒業するときにはあったんですね。なるほど。自営をしたいって言って、それでね、まあ今だったら、まあ僕ね、小田ちゃん僕の1個上なんで今51歳ですけど、まあ今度52にね、来月多分なられると思うんですけど、まあその、ね、やっぱ自営をしたいっていうふうに言っても、ね、ずっとね、20何年、28年間も県庁で働かれ続けてらっしゃるわけなんで、僕みたいにね、会社が廃業になったりとか、ね、転職とか転職っていうか転勤ね、とかだったら、一箇所でこう3年以上僕働いたことないんですよ。同じ仕事したことないけど、私だって28年でしょ、ずっと。すごいなまあ、でもね、転勤があるので、ぁ。仕事内容はやっぱ2年、3年で変わるので。あ、なるほど。だからまだ飽きずに。まだね、飽きなかったのと、やっぱり、僕入った時ってまだバブルの末期で、正直世の中って今とは全然違ってて、公務員すごいやりやすかった。もうバッシングの対象では全然なかった。あ、確か金銭的にも、まあ良かったんですね。に。給料は上がるし、まあ給料以外の、まあいろんな手当とかもあったりとか、まあ、それこそ、業者との付き合いもね、法律は犯してないですよ。犯してないですけど、今ほどもうバチバチにギスギスで、やるというよりは、まあ、仲良くやれてた時代なので、まあ、正直面白かったんですね。なるほど。まあ、何億もの仕事を任されて、やっぱ航空写真に映るようなものがどんどんできてくるんで、まあ、面白かって、まあ、正直、自衛したいっていうのをもう忘れてた。忘なれるちゃっほど。た。すぐに。でも、それはそれで、だって、ね、今、その会社に入社したらすぐ辞めたいっていう人がいっぱいいたりだとかするのに、ね、1年、2年ぐらいで辞めちゃって、お前ら何すんねんとかって思ったりもするんですけど、けどでも、ね、新しい会社、まあ会社に入って、県庁ですけども、会社に入って、そこでやりたい仕事がまあ見つかってって、楽しくてって、どんどんそこでキャリアを積み重ねていくっていうのはすごいね、すごいいい感じだと思うんですけど、まあそれで独立っていうことはなくなった、ね、今のところ、その時はね、なくなったっていうふうなことなんですけど、けど、じゃあ順風満帆に、あれですか、いい感じで、28年間を進んでった感じですか？順風満帆ではないですね。振り返ると。ただ経験としてはすごい積ませてもらってるんで、やっぱり面白くなると頑張っちゃうので、確かに。もうやっぱり入ってちょうど10年、33歳の時に、災害復旧の仕事ってやっぱりハードなので、その当時、やっぱり時間外の制限もなくて、もう本当休みなく何ヶ月も、毎日1時、2時、3時。で、まあ泊まり込むような時もあって、災害復旧の仕事なので、まあ公務員って。まあ今でもね、今でも発災直後はそれやってると思うんですね。でもその当時は、もうそれがずっと何ヶ月も続くようなことになってて、で、やっぱり、心身を害しちゃうんですね。まあそれはそうですよね。やっぱ一番は、そんな時に、やっぱ先輩が現場で倒れて、過労死して、でもそのまま亡くなったっていう、心肺蘇生したんですけども、心肺停止、その時だって、もう間に合わなかったんですね。救急車とか AED もないですしね。それで僕はちょっと、精神的に病んでしまいましたね。まあでもそりゃそうだよね。じゃあ仕事に関してはこうね、災害っていうのはその厳しかったりすると思うけど、やりがいを実際感じて一生懸命やってたが、まあそこでその一つ、
これ人生のターニングポイントって話をいろいろお聞きはしたりするんですけど、一つ目としては、その災害で、一緒にやってた先輩っていうのが、亡くなったと。っていうようなところっていうのが、一つ目のこうターニングポイントに実際なったと思うんですけど、ちょっと一旦 CM を挟んで、で、その後に、その時にどういうふうなね、プライベートのその環境であったのかっていうこととか、その先輩が亡くなったことによって、で、実際どんな心の変化があったのかとか、そんなことだとかっていうこともお聞きできればなっていうふうに実際思ってます。なんかいきなりディープだね。ディープ。ありがとうございます。はい、じゃあ、とりあえず前半はね、皆さん、私はありがとうございます。じゃあ、一旦 CM をどうぞ。なかなか取れない痛みに悩んでいるあなたへ。それは深層筋の強いこりが原因かもしれません。北京堂首里医術治療院には深層筋へ安全に針をする技術があります。本気で治したいとお考えの方、北京堂へぜひご相談ください。むむ、痛いけど超効く。ファミリーシーサー、ウェディングシーサー、新築、誕生日、退職のお祝いにもらって送って嬉しいさ。あなたのお店にぴったりのオーダーシーサーもお作りします。美ら海水族館から車で1分、シーサー作りも体験できるマイマイシーサーでした。マイマイシーサーで検索。働いても働いても時間が足りないあなたへ。その悩み、時間を失う悪習慣が原因かもしれません。ハートブリッジ桜井です。私は経営者向けに時間と成果、最大化の支援を提供しています。忙しさを手放して収入を維持したい方、ハートブリッジ桜井にご相談ください。スポットライトが平等に当たるならそれぞれの使命を果たす時がさあ羽ばたけ、どこまでもアクティングコーポレートソング「スポットライト」by ローカルコネクト。眠りの浅い方、眠り草本舗にお任せください。沖縄伝統野菜クワン草。クワン草は安眠効果がある健康食品として昔から親しまれてきました。よく寝て翌日すっきり目が覚める。詳しくは泣き人眠り草本舗で検索。さあ、ですね、皆さん、中盤にね、入りますけども、本日のゲストはですね、熊本県山鹿市でカフェを営んでいらっしゃる大草原の贈り物というカフェをね、営んでいらっしゃる小田博之さんをお迎えしております。小田ちゃん、ありがとうございます。本日は。ありがとうございます。さあ、そしてね、1回目のところね、県庁に入られて、岡山も出たことなくて、順風満帆でと、独立しようと思ってたんだけど、そこも実際、忘れるぐらいね、その県庁とかの仕事にこう、のめり込んで、仕事をね、一生懸命やってたっていうことなんですけど、そのターニングポイントの1回目っていうのが、33歳の時に、ね、さっき離婚されたっていうのこともありましたけど、離婚されたタイミングの時に、自分の一緒に仕事してる先輩がね、過労死になるんでしょうかね。ことで亡くなったっていうようなこと。そんなちょっといきなりこうなんか楽しいっていうようなところから、なんかドーンとね、っていうようなところからどんなその心の変化があったのかとか、そんなこともお聞きできればと思いますが、ね、さあ、一緒に仕事してた先輩が亡くなって、ね、翌月からイエーイな感じではちょっとなりそうにないですよね、どうも。どんな心境だったんですか、そこは、おとちゃん。まあ、亡くなった時は、まあ、そうでもなかったんですね。やっぱ忙しかったので、感じる余裕がまだなくて、まあ、それから1ヶ月経った時に、ちょっと年末年始休暇があったので、その年末年始休暇を迎える時に、まあ、ちょっと一段落するタイミングがあって、で、その時に、なんだろうな、もう、明日からちょっと余裕ができるなって思って、心の隙間ができた瞬間に、座ってられなくなったんですね、椅子に。もう忘れもしない、12月ある日の4時20分ですよ。デジタル時計を覚えてるので、もう座ってられなくて、で、そっから1時間半散歩に出たんですね。もう座ってられないんで、夜6時から、
まあ、晩ご飯一緒に食べる約束をしてたので、それから1時間半、テクテク歩いてましたね。もう同じところにいられない精神状態。で、その時から、この胸のとこに窓ができて、そこに雨が降るんですね、ザーってね。胸のところに胸のとこに窓ができて。どういうこと？全然わかんない。どういうこと？どういうこ全然わからない。と？胸のところに、こう、映像で窓ができて、テレビみたいな。心の窓。心の映像。心のテレビみたいなのができて、そこに雨がザザザザ降って、で、時々やんで曇りになって、そんなのが繰り返し始めたんですね、その瞬間から。もう結構じゃあ精神的病んでるんじゃない？やばい、やばい。やばいよね。やばい、やばい。そう。で、1週間経った時に、その職場にヘルスケアの冊子があって、メンタルヘルスの。で、それを見ると、いろいろ病院が載ってるんですね。で、みんなが帰った後に、まあ、残業してる時にそれを取り出して、開いてみて、インターネットで調べて。でも、ピンとくる病院がなかったので、その時は行かなかったんですね。っていうことになりましたね。なりました。なりましたね。なりまして、それがあれですか、その33歳の時に、その1回目そうのですね、ね。先輩の死があって、もうそれが33で終わりました。逆になんかずっと続いたりしたの？それが、まあ、それが本当に、こう、その場所に入れなくなったのが、本当年末の1週間前、もう12月23日なんですね。まあ、天皇誕生日だったので休みの日なんだけど、まあ、出勤しててなくて、で、まあ、年末年始の休暇はもうずっと家にいたので、まあ、ずっと家にいたんだけど、実は先輩のまた別の先輩の助けがあって、なんかおかしいからこいつ外に連れ出した方がいいなと多分思ったんでしょうね。一日だけスキーに行ったんですね。無理やり連れ出されて、ちょっと良くなったんですね。やっぱり綺麗な景色見ると。それがなかったら、ちょっと、もうちょっと危ないところに行ってた可能性はありますね。じゃあもう分かりやすく言うともう鬱な状態になってた感じ？鬱ですね。で、そうそうなんなんです。で、1月になってもまだ仕事忙しいのが続いてて、で、まあ、さっき言った心の窓に雨が降ったり、曇りになったり、雨が降ったり、曇りになったり、で、決して晴れることはなくて、で、どうぞどうぞどうぞ。まあ、要は飛行機なんですよ。飛行機の操縦桿を、まあ、自分が握ってるとして、まあ、その時33ですけど、33の時までは、やっぱり自分の操縦桿ってコントロールできてるんですよね、エンジンの出力。で、だから決して地面にぶつかるなんて思わない。なんだけど、その時は操縦桿引っ張っても引っ張っても、もう地面がどんどん近づいてきて、あ、こういう時に人って自ら命を絶つんだなっていうふうに僕は思いましたね。なるほど。そんな経験してたんだ。そんな経験してって、今言ったら今だってこうなってるわけじゃないですか。こうなってるところから、まあ今もちろんね、こう復活してるところだと思うんですけど、それがいつまで続いたんですか？ 33 から。それがね、33歳の時に、で、その3月に転勤になったので、その災害の仕事からは離れたので、それで、地面にぶつからなくて済みましたね。なるほど。じゃあやっぱりその災害の仕事をすると、その先輩をもう思い出してしょうがないっていうことなのかな。思い出してっていうのはないですね。じゃあ自分が何かできたかっていう後悔とかそういうのはないので、ないですね。なんだろう。まあ、こう、過労状態の中ですごいアクシデントが起こって、まあ、自分の心の中で何かが起こったっていう。さあさあ、そんなことを繰り返すね、そういうふうな状態の中から、でもなかなかね、
復活できない状態がずっとこう続いてて、まあもしかするとお酒に溺れることもあったりとか、ね、いろいろしたんじゃないかなと思うんですけど、まあ33歳から、ね、それからはどういう感じになってったんですか？なんか2回目のターニングポイントが、ね、で、42そ歳の、とか聞きましたけど、はい。で、その33歳の出来事があって、まあ、よくはなったとは、まあね、自分で自らを命を絶つという状況から脱したものの、こう、やっぱり精神的なストレスってまだ抱えてて、まあ、僕はお酒に走ってしまったので、そこから。いや、走ると思う、普通。走るし、ちょうどそのタイミングで、要は僕がそういう精神的なこともありつつも、まあ実はちょっと夫婦でトラブルを抱えてて、なるほど。まあ本人は聞かないし、本人知ってる人は聞かないから言いますけど、まあ DV があったわけですね。なるほど。なるほど。まあそれもあって離婚したんですね。で、逆それから、は、小田ちゃんがされたの。された方。あ、なるほど。なるほど。はあ。え、それがいくつ？それが33歳、34で離婚か。ああ、そっかそっかそっか。で、まあ一人になって余計自由で酒に溺れるわけですよ。あ、なるほど。確かにね。確かにね。はあ。で、酒に溺れて、で、溺れたのが結構、だって長く続いたんでしょうね。なん5、か6年ぐらい。続きますよ。実際には48歳まで続いてるんで溺れてるのが。ただまあ40歳になるとやっぱりしんどくて、一人で飲んで二日酔いになってるわけですよ。やっぱりすごい後悔もするし、自分は何やってるんだろうって、ここはもう抜け出したいんですけど、やっぱりアルコールの依存ってやっぱ強いんですね。もうどうにもならなくて、で、どうにかしたいなと思って、インターネットだったかな。インターネットで、チェゲバラの、アルゼンチンの革命家のチェゲバラのある言葉が出てきたんですね。それは、人は毎朝髪を整えるのになぜ心は整えないんだっていう言葉が出会って、あ、そうやな、僕は毎日髪整えとるけど、心整えてないな。じゃあどうやったら心整えられるんかなって調べて、まあ瞑想を始めたんですね。迷って走る方じゃなくて、心落ち着ける方の、始めたのが、まあ、第のターニングポイントですね。変わりたいと思うようになったっていうこと？変わりたいと思うようになったって、こっからどうしても脱出したいっていう。そうか、あれだ。ターニングポイントってなんかこんなことがあったからプラスになったっていうようなことじゃなくて、そもそも逆にね、変わりたいんだけど、何やっていいかわからないとか、で、なんかそういうふうな、そのね、何があって変わりましたじゃなくて、変わりたいんだっていうふうな思いが今までなかったのが出るようになったって、これがまた一つのってことだよね。ああ、なるほど。その出るようになって、変わりたいって出るようになったことによって、小田ちゃんのなんか気持ちの変化っていうのはあったんですか？いや、もう気持ちの変化は、要は、なんか、腸がさ、あ、えっと、サナギになって腸になるみたいな感じじゃなくて、もう本当泥沼にはまってるので、最初のその先輩のこととか離婚のことからもう泥沼にはまってるんで、泥沼からこう絶対抜け出したいって思ったのがやっぱり第2のターニングポイントなので。ああ、そうか。じゃあもうなんか分かる。もう泥沼とか、アリ地獄でこうやって落ちてってるところから、こっから絶対抜けていきたいっていう。絶対抜けたいんだけど、もう抜けれないっていう。で絶も抜け対られないっていう。抜けたいと思うのは何でなの？抜けたいって思うようになったのって。でもさ、もうしんどいし、毎朝二日酔いなるほど。である時期は、そんな状態で仕事行くし、どんどん太ってくるし、顔色は悪くなってくるし、そうね。はあ。え、
そうですか、そうですか。今って私はその身長いくつで体重いくつぐらいなんですか？今、171で、今、63キロ。まあ、当時は。当時は、80キロ。80キロ。うわ、きついわ。71だから僕と一緒だもんね。80はきついわ。80きついね。きついわ。そうか。まあ、そうよね。でも、そこだ、あれだね。なんか、ギリギリのところから、やっぱ、こう上がれて、上がるようになったんだね。そこをね。その、1回目もそうだし、2回目もそうだし。ああ、そうっすか。いやそういね、あともう一個、もう一回結婚したいなっていうのがあって。や。あ、そう。まあ、今何回なんですか？今何回結婚した？今2回。2回結婚した。で、もう12回回結結婚して3回目行きたいな、みたいな。婚。3回目もありますよ。3回目もあるんですか？未来はありますね、あ、未未来来は。のね。ああ、よかったよかった。もう勝手にしちゃったのかと思った。知らなかった。OK, OK. いや、そうなんすか。そっかそっか。まあ、変わりたいと思って。で、まあ、そこが40歳の時ですから、そこからね、変わりたいと思っていて、まあ、どういうふうにね、過ごしてて、まあ、48歳の時にまたね、新たなターニングポイントが来ますけど、この8年間、そして48から今のね、52歳、まあ、51歳ね、この4年間っていうのがまたいきなりこう、ギューンって変わったとは思うんですけど、じゃあその変わりたいと思ったところの小田ちゃんから、なんかどんな行動に変わったんですかね。よく変わりたいと思った時から。変わりたいと思った時から、まずは瞑想から始めて、そうね。もう要は本に頼るしかなかったんで、その時は人も知らないし、セミナーって多分あったと思うんですけど、いろんな。セミナーに参加する方法にも出会わなかったし、とにかく本を読んで書いてあることを実践、ひたすらもうする。でもできない。効果が出ない。またする。で、もちろんダイエットもするわけですよ。でもダイエットなんて、効果ね、ほとんどね、なんか、ダイエット本って、やっぱり続かないし、自分一人の力では効果が出なくて、本当効果が出ないのによくやってたなと思いますね、瞑想とかね、そういう、ダイエットとかチャレンジとか。いや、でもなんか、まあ僕ね、継続のプロなんで、ここに書いてあるこの本だとかっていうのは継続の本ですけど、けどだって一人でやってうまくいかないもん。継続は一人でやるからうまくいかないんですよ。で、気合と根性もうまくいかないし。で、どうやってったらうまくいくのかっていうのは、やっぱり一気に変えようとしても変わらないしね。で、誰かとやっぱりやることによって変わっていくっていうことも実際あるけど、ね、それをね、わかるよ。だって40歳の時って僕らからだから10年前とかでしょ？ 10 年前ぐらいって僕も独立してちょっとなんで、セミナーがやっとね、増え始めてきたとか、で、なんかセミナーってまだ怪しいんじゃないの？みたいな、なんかそんな感じが思ってるところなんで、特にね、僕独立して何年か、3、4年ぐらい経ってるからいろんな話が来ますけど、JC とか。小田ちゃんみたいに、ね、サラリーマンで県庁で実際やってらっしゃって、そこになんか情報はなかなか来ないもんね。ああ、そっか。いや、それはちょっときついな。さあ、じゃあね、小田ちゃんの一人で頑張った瞑想のところから、本読んだところから、いろいろそんなところから、次にね、まあ、なんかいろいろ試行錯誤しながら、まあいろんななんかひょんなことからのきっかけがあってね、また三つ目のターニングポイントが出てくると思いますので、またここで一旦ね、CM を挟まさせていただいて、また最後の後半に入っていこうと思います。はい。では皆さん、どうぞ。なかなか取れない痛みに悩んでいるあなたへ。それは深層筋の強い凝りが原因かもしれません。北京道首里医術治療院には、深層筋へ安全に針をする技術があります。本気で治したいとお考えの方、北京道へぜひご相談ください。むむ、痛いけど超効く。ファミリーシーサー、ウェディングシーサー、新築、誕生日、退職のお祝いにもらって送って嬉しいさ。あなたのお店にぴったりのオーダーシーサーもお作りします。美ら海水族館から車で1分、シーサー作りも体験できるマイマイシーサーでした。マイマイシーサーで検索。働いても働いても時間が足りないあなたへ。その悩み、時間を失う悪習慣が原因かもしれません。ハートブリッジ桜井です。私は経営者向けに時間と成果、最大化の支援を提供しています。
忙しさを手放して収入を維持したい方、ハートブリッジ桜井にご相談ください。スポットライトが平等に当たるなら、それぞれの使命を果たす時がさ、羽ばたけ、どこまでも。アクティングコーポレートソング、スポットライト by ローカルコネクト。眠りの浅い方、眠り草本舗にお任せください。沖縄伝統野菜クワンソウ、クワンソウは安眠効果がある健康食品として昔から親しまれてきました。よく寝て翌日すっきり目が覚める。詳しくは泣き人眠り草本舗で検索。はい、皆さんありがとうございます。さあ、そしてですね、先ほどに引き続き今日のゲストはですね、熊本県山鹿市でカフェを営んでらっしゃる、大草原の贈り物というカフェを営んでらっしゃる、小田博之さんにゲストとしてお越しいただいております。皆さんよろしくお願いします。さあ、そしてですよ、40歳でね、いろいろこう変わりたいと思われて、でもそこから8年間ね、日々のお仕事だとかもこうされつつ、で、変わりたいんだけど、ちょっとずつ勉強しながら、瞑想しながら、うーんって思ったりでも変わらないってことを繰り返されてらっしゃる。る中に、あることがきっかけで、ね、変わるきっかけになったっていうことあると思うんですけど、それは小田ちゃんどんなことで、今の小田ちゃんみたいに明るくなっていく感じのきっかけになったんですか？それは、47歳の時かな、まだやっぱもがいてて、その時も仕事忙しくて、7時、8時、9時には帰れなくて、10時、11時、12時ぐらいからね、飲みに行ってたんですね。はい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 。ビアバーにね、先に溺れてる。まだ溺れてましたよ。うん。ただね、その時のバーのマスターに、ある CD を渡されたんですね。中村文明さんの公演の CD。うん、これすごいいいから聞いてみてって、僕は、マスターがね、僕はここのお店をしようと決断して実行したのは、この中村文明さんの公演を実際に聞きに行って、ここのお店をしてるんです。だから中村文明さんってすごいこと喋ってるので、この CD で聞いてくださいって言われたんですね。でへーって思って、でなぜか気になって、そのマスターとはめっちゃ仲良くなってたので、多分ね、普通渡されたら聞かないんですけど僕は、意外と頑固なので、でもね、もう次の日聞いたんですね。でもう感動して、で、中村文明さんの講演を聞きに行きたいってなったら、たまたま岡山であったんですね。で、その講演を聞きに行ったのが、やっぱりターニングポイント、上昇に向けていく、本当にポイントで、で、その講演はきっかけに過ぎなかったんですね。で、もう人との出会いですよ。五円紬大学っていうのがあるんですね。文明さんがやってましたよね。文明さんのね、中村文明さんのその、講演会に行って、次に学びたければ、その五円紬大学があるので、それに入った瞬間からいろんな人に出会い始めて、そのやっぱり、さっき、一人じゃやっぱり継続できない、変えられないって本当にその通りで、やっぱ出会いがやっぱ人を変えるんですね。でそれがきっかけですね。あ、なるほど。その文明さんの CD を聞いてね、講演会に行って変わりたいっていうふうになったきっかけって何なんですか？どんなものを話を聞いたりとかして込み上げてくる思いがあったんですか？見上げてくる思いは、中村文明さん、とにかく人を喜ばす、目の前の仕事を全力でするんですね。僕一番響いたのは、稲妻皿洗いっていう、要は皿、ホテルでね、皿洗いのバイトをしてるときに、稲妻皿洗い、要は超特急で洗うわけですよ。誰よりも早く。そうすると、おめえすげえなってなったらしくて、やっぱそういうところですよね。やっぱ見てる人は見てるので、いかに全力でやるか。
あ、それ響きましたね。僕はやっぱり甘えてたなって思いましたね、その時に。ああ、なるほど。じゃあ、その、文明さんね、僕も公演行かさせていただいたり、文明さんの息子さんの大和ともね、トライアスロンで、よく練習したりとかってしてますけど、まあ、文明さんお話をお聞きすると、もう全力だもんね。全力ですね。ジュース買ってこい、買いに行ってくれって言って、わかりましたって、バーって帰ってきたりするもんね。やっぱその全力っていうのを実際見て、小田ちゃんは、うわ、俺は全力じゃなかったなっていうふうにこう思ったわけですか。そうですね、思いましたね。ちょっとまあ、甘かったなってね、自分自身ね。じゃあそれをね、こう47、8の時にこう脳天打たれるような、うわ、全力ですげえなーってなって、応援紬大学に行って、人のつながりとか広がってですよ。広がって、何を感じたんですか？その今までとは感じない何か。まあ、ご縁紡ぎ大学自体は、まあ、いろんな講師の人がいて、まあ、自分をもう一回見つめるとか、言葉の力とか、そういう話もあるんですね。で、まあ、やっぱりじっくり、で、実はご縁紡ぎ大学って半年なんですね。6回、毎月1回半年なんですけど、まあ、僕が行った時はもうコロナの真っ最中で、延期で1年かかったですね。で、本当に自分と向き合う時間ができたっていう、まあそこですね。自分がじゃあどうなりたいのか、何をやりたいのか。で、そこでね、やっぱり就職の時に思った、やっぱり自営で自分の事務所を持ちたいっていう気持ちがあったことにも気づいたですなね。るほど。思い出したわけなのね、そこで。思い出したわけですね。その、ご縁紬に行って、ね、いろんな河村真由美先生とか、ね、ビリーさんとか、多分ね、文明さんもそうですけど、いろんな方にお会いする中で、まあ、下山にもね、多分その後で別にお会いされたと思うんですけども、その、いろんな人とこう、会って、で、自分をこう見つめ直すことになって、自営やりたいっていうことになったじゃないですか。でもいきなりそのトン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 って自営まで行きました？トントントンといかないですね。ねえ。かないよね。学びに行っそうですね。て、ね、そこから4年間やっぱり実際、ね、かかったと思いますけど、それこそずっと岡山でやってて、ね、今熊本にこう実際来てますけど、何がきっかけで、ね、その、熊本、自営は分かりました。自営は分かりました。ね。岡山でこれで自営やりました。これ分かりました。なんでこれ、熊本に行くことになったのか。なんかそんなことっていうのはどんなことなんでしょ熊本によし行こうって思ったのは、う。まあ、ご縁紡ぎ大学に行き始めて、やっぱりなんか人のためにとか、人を喜ばすことっていうのは、やっぱり大事っていう、まあ、学びの一つなんですね、それが。で、その時に、ちょうど、まあ、岡山県庁に行った時に、熊本県人吉市の豪雨災害があって、令和2年の。で、その復旧の応援に誰か行きませんかっていう募集だったんですね。で、それに手を挙げたんですね。で、なんで僕は手を挙げたかっていうと、実は平成30年に岡山でも豪雨があったんですね。まあ、50何人亡くなられてます。で、その時に、僕は県庁で災害復旧の担当だったんですね、また。で、その時に、熊本県庁の人にものすごい助けられたんですね。熊本県庁の人大変ですよ。地震の後ですし、なるほど、確かに確かあに。と豪雨災害もあって大変なのに、僕たちは経験があるので、お手伝いできることがあると思うので、情報とか資料とか書類とかで、提供させてもらいますって、翌日には幹部がね、新幹線乗って来たんですね、県庁に。その後に担当の人と、まあ、連絡取りながら、もう本当ものすごい助かったんで、その恩返しなんですね。なるもほど、うどうしそてれも恩は返いいしがしたな。くて、熊本県に。すんご。これでいきますって。誰も手を挙げなかったですよ。コロナなので、確かに。コロナですし、まあ人よし、まあね、結構、まあ田舎町なので、なんて言うんでしょうね。まあ、行きたがらない、正直言うと。なので、本当、僕しか手を挙げなかったっていうのがありますね。いや、そうでも、俺、人吉城、名城百選もあるから、属名城百選が確か人吉城入ってるんですよ。で、人吉城に行った後に豪雨になったもん。
ね、ちょっとね、昔ながらのね、ちっちゃい町でね、田舎なね、そんな感じですけど、その人吉に行きますって言って、結局ね、恩返しとして熊本行きました。さあ、熊本行って人吉、ね、今度は一人でね、生活してうんぬんっていうふうなことになって、まあ、自分へのね、何?向き合い放題実際になると思うんですけど、さあ、その熊本に行った一年でどんなことをこう感じたりとかすることになったんですか?そうなんですね。今言われたように、僕はもう一人で向き合い放題だと思ったんですね、自分と。あんまり、誰とも出会うこともないコロナ真っ最中ですしね、出会うこともないと思って、まあ一年自分と向き合ってですね、そのまま岡山に帰るのかなと思ったらですね、伊達ちゃんの熊本進出セミナーが、僕が熊本県人吉市に行った1ヶ月後にあったわけですよ。本当ね、たまたま。本当。たまたま、まあその前にもたまたま伊達ちゃんと出会って、ね。下屋のとこね、岡山の下ね。屋のところでね。たまたま出会って、でもそのたまたまがまた続くわけですよ。たまたま熊本でセミナーがあった時に、しかも僕は熊本に行って1ヶ月ですよ。だっただたっまた。たますごいタイミングで、そのセミナーに行ったことがきっかけで、もうどんどんいろんな人と出会ってしまいまして。そうね、熊本で、ね、その動物占いのセミナーとかでいろいろメンバー来てくれて、で、その時の楽勝塾に入ってた熊本のメンバーの中に、ね、小田ちゃんもこう実際学びに来てくれて、で、そこの、女性のメンバーとかが繋がったところからの輪がわって広がっていったもんね。そうですね。で、そこで出会った人を絡める僕はね、イベントを仕組んだりとかなんかし始めたんですね。小田ちゃんが。僕がね。まあ、逆にイベントに呼ばれた方が多いんですけどね。僕も自分でイベントをしたりして。はあ、なるほど。で、それで、ね、その熊本のいろいろ人脈だとかっていろいろこうできた中で、でもそこでまた、あれじゃないですか。小田ちゃんが、また熊本に行ってからまた体調もめっちゃ良くなったっつって言って。そうそう、体調がね、良くなった。人との出会いもあるのと、やっぱり、熊本のお水と熊本の食べ物。本当は、熊本に行ってすぐの時はまだね、コンビニで買ってビール飲んでたんですね。で、まあ、1ヶ月ぐらい経つと水が美味しいことに気づいて、食べ物が美味しいことに気づいて、もう自炊を始めたんですね。で、そうすると、やっぱり自分の体が求めてる体になりたいって、もう素直になったので、そうなるための食事をやっぱり作り始めましたね、自分でね。やっぱ調べたりもしましたし、で、まあ勝手に続くんですよね、それってね。自分の体が心地いいので。それでまあ、80キロ体重がどんどん痩せてきましたね。そうよね。だって、それで痩せていって、ね、乳酸菌とかいろんなこう、凝り始めるとっていうかさ、もう追求し始めるとめちゃくちゃ追求じゃん。筆文字もそうだけどさ。そうね、そうね。すごい。ほんで、その熊本にこう気に入って、まあでも一年間経ったらね、岡山に帰られると思うんですけど、まあそこで帰られた後、ね、辞めるっていう決断にこうなったと思うんですけど、よくでも28年働いた会社、しかも県庁で安定なところ辞めようとしたね。辞めたね、本当に。まあ、辞める時ってね、強制的に来るので、まあ、定年60歳、まあ、僕の時には60歳まで伸びますけど、じゃあ、今日で終わりですよって人は来るので、定年って。で、まあ、それまでは安定してるのかもしれないですけど、やっぱその後のことも考えるとですね、やっぱりまあ、早期退職して、まあやっぱり10年後、15年後、25年後、35年後、やっぱり自分で切り開いていきたいなっていう、やっぱそこの思いもありますね。いやー、そっかそっか、そんなところからね、小田ちゃんはその独立することに実際こうやってなったんですけども、ね、今、そのまだ独立してね、まだ3ヶ月カフェ始めて、いろいろ試行錯誤されながら、
ね、生みの苦しみっていうことも実際そうだし、思っているようにうまくいかないっていうことは多分今からまだまだ頑張っていかれると思うんですけど、ちょっと先にね、まあ今から2つお聞きしたくて、1つは、金剛田ちゃんどうしていきたいのか。なんか教えていただければ。どうしていきたいかっていうのは、やっぱり、まあ、僕は、まあ、離婚して、まあ、子供が4歳の時に、まあ、直接この子には関われないなって思ったんですね。で、本当にその時のことを今思い出すと、まあ、日本を良くして、まあ、公務員だったので特にね、良くして、そのいいのが、この子に伝わっていけばいいなっていう思い思ったんですね。まあもちろん今でもあります。で、まあいろいろね、日本のことって言われてますけど、まあ一つ僕思うのは、やっぱカフェやる、まあ食にこだわるのがそこなんですけど、まあ一つには、今の日本の食文化のその変化が、やっぱ日本の力を弱めているんじゃないかなっていうのもあるんですよね。やっぱり太ることって体調が悪い方向には行くと思うんですね。それが一人一人が何万人、何十万人、何千万になると、それが国力になると思うんですね。だから、やっぱり日本のこれからのことも考えると、やっぱ食文化っていうのを、まあ、僕は昔の食文化に取り戻していくプラス、今の医学とか栄養学とかすごい発達してるので、そういうのを取り入れた食文化にすれば日本の国力も復活するのかなっていうふうに思ってますんで、まあ、そういうことを伝えていきたいん行きたでい。すね。なるほど。いや、ありがとうございます。そうですか。いや、あとね、残念ながらね、もう時間がね、そろそろ来ちゃうんですけど、まあ、一言、もし、小田ちゃんからね、こう、いろんな、こう、なんか、しんどい時を、あった小田ちゃんですけど、今、一歩前に踏み出せないってね、いう人たちに対して、何か一言、小田ちゃんが伝えるとするんだったら、なんていうことを伝えるか、なんかアドバイスをいただければな、と思ってます。一歩前に踏み出さない人って、自分の中には僕は答えはないと思ってるんですね。あるかもしれませんけど気づいてない。で、人に出会うことによって、気づかされること、決して自分一人で悶々と、まあ僕は40代悶々とやってましたが、やっぱりそこに答えはなくて、答えはあったのかもしれません、自分の中に。ただそれを教えてもらい、自分の中にあるものを気づかせてもらったのっていうのは、やっぱ出会いなので、なるほど。はい、出会いを大切にしていってほしいですね。どんどん出会っていってほしいですね。そうですね。なんかそのね、今の自分の枠の中にいらっしゃるところだけじゃなくてね、その会社と自宅と、居酒屋の魔の三角地帯じゃなくて、誰かちょっとセミナーとか、誰かに会いに行くっていうようなこととか、そんなきっかけはね、実際、それこそ飲みに行ったビアバーから CD を紹介されなければ今の小田ちゃんはやっぱりないし、こうやって、ね、あの時僕も、ね、たまたま熊本でたまたま実際やったタイミングが実際なければ小田ちゃんも熊本にもしかしたら今のね、バーも開いてなかったかもしれないし、バーっていうかカフェね。なんかそんないろんなきっかけがな、と、すごいこう感じております。いやー、ありがとうございます。小田ちゃん出ていただきまして。ありがとうございます。いや、これからのね、小田ちゃんにこうね、期待ですし、それこそ、熊本県の山鹿市、すごい温泉も、ね、いい温泉実際ありますし、すごい素敵なところですし、熊本灯籠祭りってね、夏にはね、すごい有名なお祭りも実際ありますので、ぜひ行ったら、大草原の贈り物、小田ちゃんのところにね、お越しいただければいいかなと思います。ということで、今日は皆さん、24年一発目、大草原の贈り物代表の小田博之さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、バイバイ。また皆さん、来週お待ちしてます。